え、最近ですね。道徳教育とそれをがのな内容が入試なんかに出るのかというようなことが言われておりまして、えっとまあ大臣がですね。入試には出さないよってのこと言っておりますが、まあそれはですね。思想のある道徳ではないかと思うんですね。えっと、従来の道徳教育っていうのは全て思想があるわけですねえ。例えばあのまあ天皇陛下万歳から始まってですね。 まあどういうい思想であるかとといいうことが道徳に反映されているわけですそれで実は私虎ノ門ニュースでですね思想と関係のない道徳を教えたらどうかと、まあ、いうお話をしたらですねその後何人かの人にお話をしたら、えー、ともう道徳と聞くとですね、えー、まあ多くの人はもうこれはもう思想を伴ってるんだっていうふうにもう頭から思っておられるのが多くてですねまあそれで私はどうもですね 思想のない道徳というのがどういうものかということを具体的に示さない限りは思、えー、思想のないいいい道徳を教えたらといいと言ってもダメだと思いますそれから今まであの高等学校なんかで倫理教育というのは行われているんですがやっぱりあの思想なんですね例えばあのイエス・キリストの思想とかブッダの思想とかですねそれからいろんなその今までの思想が書いてあるんですね。でこれ あの思想が書かれている倫理に思想が書かれているっていうのはですねなぜかっていうと、まあ、あの思想家が <laughs> 実は道徳教科書を作るからなんですねそれでもちろんその思想家は、まあ、思想が中心ですから当然ながら思想で整理するわけです。ですからまあイエス・キリストが出てくるしまああるいは共産主義の思想っていうのが出てくるんですね。で ここの「この思想のない道徳」のシリーズではまずですね、まあ、道徳と倫理というものの差をですねはっきりさせておきたいと思うんです。えー、といってもですねこれもまた議論があって、まあ、道徳と倫理は一緒だと言って主張している方もおられるんですよ実は。それはもちろんそうなんですね人間っいうのは何でもそうなんですがここで言う道徳と倫理との少し違えて話をしたいというふうに思うんですね。 道徳というのは道の徳と書くわけでこれはまさに思想なんですけども倫理というのはですね理というのがついておりますえー、理というのは断りですねですから科学なんかと通じるわけですがそれで倫という最初の文字は相手という考えなんですね相手の断りつまり道徳というのは普遍的なものとしてまあ使うわけです徳という字とか道という字がそれを表してますねそれから倫理というのは相手の理屈 まあ、断りと言ってもいいし理屈と言ってもいいんですけど相手の理屈ですからこれは相当ですね道徳に比べるると、まあ、合理的な内容を含んででわけですそこで、えー、このシリーズではですねまず、まあ、最終的には思想のない道徳というものに到達したいと思ってるわけですが、まあ、道徳というような非常に大きくて幅が広くて思想に関係する 人間といったかそういった根源なものにその関係するものを少し最初避けましてですね倫理相手の断り相手の理屈というものとですね道徳との関係においてですね整理をしていきたいというふうに思うんですね。つまり、えー、道徳と倫理の差をはっきりさせてまずは倫理というものからまあ えー、我々日本人として守るべき、えー、道徳というのがあるのかないのかそれは倫理とどういう関係かということを整理していきたいというふうに思うんですね。このことはあの普段家庭で起こる夫婦喧嘩とか親子喧嘩それからあの職場においてですねどうもあの人とうまくいかないというようなことの根源はですね倫理にあるんですね。倫理というう概念をどう持つかによってですね夫婦喧嘩の数 親子喧嘩の数、職場におけるいざこざの数っていうのは、えー、増えたり減ったりするわけです。したがって私はですね、まずは道徳という風うにあまり大きく構えずに、えー、倫理というものからスタートさせたいと思っております。またちょっと余計なこと言いますとですね、今まで私このブログ書くのにもう10分できちっと終わるのに相当努力をしましてですね、論旨をしっかりし 時間を10分以内に収める量を検討して喋ってたもんですから、まあ、肩が凝るっていうかですね <laughs> そういうところあったんであんまりこういうふうな何をしなければならないっていうなことから少し離れた方がいいと思いますのでこれもですね最初は5分とか重要なやつは12分とかあまり気にせずですね56分から10分ぐらいという幅でですね えー、一つの、あのー、シートを過ごしていこうとそしたら私も気が楽になってですね、えー、アップするスピードも速くなるしいろいろな点で良くなるんじゃないかと内容本位にちょっと変えていきたいと思っております。